目の方を泳いでいましたが、そこの方に目を向けるといろんな魚がそこにもたくさんいるようですね。魚類だそう
されていますが、大きな声で言うのは難しいかな。それぞれでは、ワカメ、大きいサメ、尻尾のところにいる、あ、大きなサメの近くにいる魚が気になるとか、赤ちゃんサメかということで分かりました。ダイバーさん、確かに大きなサメの、あ、今くぐりました。下のあたりに小さな魚がいますが、これは赤ちゃんのサメなんでしょうか。いえ、そうではないですね。下にはちょっと赤ちゃんにも見えるんですが、大きい方のサメは名前はシロアリと言います。はい、下の方にいる魚はこちらはコバザメ、名前にサメとはついてるんですが、サメの仲間ではなく普通の魚の仲間になりますよ。赤ちゃんでもなければコバザメというサメの仲間でもない魚だそうですよ。なぜこの大きなサメのそばにいるんですか。はい、見た目はちょっと危なそうにも見えるんですが、実はコバザメ自身が自分の身を守ってるんですよ。こんなに大きなサメに近づけば身が守れるものでしょうか。はい、もともと体が大きな生き物は襲われることがあまりありませんので、はい、実はこの場所が安全で、次からも襲われにくいということが分かってるみたいですね。あえて浮きが少ない大きな生き物に近づくことで自分も襲われないという身の守り方だそうですよ。自分でどれが強そうか選んで近づいているようですよ。こちらは赤ちゃんではなくコバンザメという魚でした。いいかな。はい、ありがとうございました。では、はい、手が上がってきましたね。では前の方のお友達も新たに来ましたけれども、何か見たい魚や質問があったら手を挙げて言ってくださいね。では次はそちらの僕に伺ってみましょう。どんな方ですか。サメは何歳まで生きるか分かりました。ダイバーさん、はい、サメは一体どれぐらい生きるんでしょうかという質問です。はい、そうですね、種類によっては、長生きする種類もいるんですが、はい、そうですね、まあ、飼育下ではそうですね、何とも言えないですね。何歳に死んでしまうというのはそれぞれサメの種類によってもまた答えによっても違うんですね。はい、そうなんですね。ちなみに水槽にいた先ほどの大きなシロアリは今大体どれぐらい生きてるか分かりますか。そうですね、もう17年くらいありますかね。17年くらいは生きてるそうです。水槽で生まれたんですか。いえ、そうじゃないですね。はい、はい、水槽では生まれてないので、はい、もう少し、長く生きてると思いますね。では水槽にやってきて17年ほど経つということですね。はい、そうなんですよ。ということはもう20歳近く、もしくは20歳以上生きてるかもしれませんが、大体どれぐらいまで生きるかはサメによっても違うようです。ただ20歳近くはこの大きなサメは今のところ生きているようですよ。いいですか。はい、ありがとうございました。では前の方のお友達やスロットからご覧のお客様、何かリクエストや質問などございませんか。一番上までしっかりと見えておりますが、前のお友達から手が上がってきましたね。ではそちらの水槽に全部でってことも全部で、この水槽ではなく全部でってことね。わかりました。ダイバーさん、はい、A の仲間は全部で大体何種類ぐらいいるんですかという質問です。はい、あ、水槽の中でいいですかね。水族館ではなく A の仲間が大体全部でどれぐらいですかという質問です。はい、そうですね、どのくらいいますかね。10種類ぐらいはいると思いますよ。全部でですか。はい、全部で、はい。もう一度何種類かお願いします。10種類ぐらいはいると思いますね。10種類ぐらいそうですよ、はい、水槽にも何種類かいますよね。はい、そうですね、この水槽では4種類ほどいますかね。はい、この水槽には4種類ぐらいいるそうですが、もっともっといろんな種類が全部で合わせるといるようです。ありがとうございます。では他にも伺っていきたいと思いますが、あと残り1名様ほど伺いそうです。手を挙げてくれていました。はい、お願いします。そこの女の子に、こんにちは、何ですか。
なんで大きいかですね。わかりました。ガイバンさん、はい、サメはつまりなんで大きいんでしょうかという質問です。わかりました。そうですね、サメの方も種類によっては大きさが大きかったり小さかったりする種類もいるんですが、はい、まあ、大きい方が襲われにくいというのがありますね。先ほどもコバンザメがやりそうって言いました。体が大きければ大きいほど敵が少ないですよね。そうですね。ただサメの仲間ってみんな大きいですか？え、そうじゃないですよ。中には50センチや1メートルほどの小さなサメの仲間もいるんですよ。全てのサメが体が大きくなるわけではないようですが、大きいほどそれだけ敵が少ないいいところはあるようですよ。はい、ありがとうございました。何か聞きたい質問があった方、ショーが終わった後、私でよければお答えいたします。ぜひお気軽にお声掛けください。では、ガイバンさんとはここでお別れです。ガイバンさん、次回もいろんなお話を聞かせてくださいね。はい、わかりました。